こちら LINE の、あ、LINE に映った、はい、行きましょうか。富士急の富士山特急じゃないですか、これ。これがジュンさんです。ジュンさんすごいですよね、このなんか口赤く塗ってベロみたいにしてる感じ、めちゃくちゃ可愛いです。来た来た、みんな富士山特急結構好きですかね。反応が早い感じがあります。これはテンション上がりますね、うん、こう普通じゃない、かわいい、うんうん、続いて、お、あ、すごい、ドローナー、ドローナーさん、あ、いつもあれかな、YouTube の方でコメントくださる方ですかね。今日はちょっとまだお見かけしてないですけど、はいはい、すごいですねこれ、バッチリこうなんか江ノ電って分かるように江ノ島が入ってたりして、はい、すごいいいです、このフィルムの感じがいいですね、うん、なんかすごい夏って感じがします。うん、しますね。すごい、水戸さん、あ、鎌倉高校前って場所の特定まで始まってる、わ、すごい早いです、さすがです。これがポヨポヨヨンさん。ポヨヨンさん、あ、すごい路面電車が続きますね。こっちはっていうと都電かな。今都電って言っちゃいけないのかな。東京桜トレインでしたっけ。言えないな。すごいですね。ありがとうございます。お、これがケンちゃんさんです。ケンちゃんさん、あ、天竜浜名湖鉄道、ちょっと今エヴァンゲリオンの、あ、言っちゃダメだ、なんでもないです。ちょっとアニメ映画でちょっと人気の場所になってます。言っちゃダメだった。行きたくなりますね、こういう天竜浜名湖、それこそあの、うん、鉄印帳で私行きたい場所で、うんうん、に行くついでにこう何か旅したいなって思ってるスポットの一つです。あ、絶対いいですよ、なんかもう気候も温暖で車窓も穏やかで浜名湖ありますし、はい、でみかん狩りとかもできたりする、フルーツ狩りもできるんで絶対おすすめです。めっちゃいいですね、うん、あとなんかマリメッコ柄の駅舎とか、はい、なんかそういう可愛いポイントみたいなのもあるので、なんかこうアイアンコンテンツ向きかもしれないなって今ふと思いました。あ、本当ですか、はい、こう東急に行けるように考えて、うん、ぜひぜひこっち来るとき寄り道とかでも行けますので。そうですよね、うん、そ、こちらが眠気さんです。眠気さん、すごいなんか今なんかこう可愛い話してたのにめっちゃいきなり名鉄がこう入ってきた感じがですね。ほんまですね、うん、名鉄サフィールさん反応早いですね。写真上さんも早い。ダメだ、うん、あ、これ笠松カーブっていうんですかね、場所コメントいただいてますが、うん、あ、すごい、バンギさんも笠松カーブと、笠松カーブ、ドケドケなんとかホーンってコメント、いつものあのホーンが鳴るやつですね。うん、なんかいいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。これが小左衛門さんです。小左衛門さん、九州来た、お、八代駅だから熊本県になりますね、ここ。うん、いいですね、熊本も行ってみたいです。あ、熊本も絶対おすすめですよ、もうやっぱ九州の鉄道がいっぱいいるんで。そうですよね、うん、一冊線ホームかなと、久しぶりにありますね、ちょうど0キロ起点のついてますもんね、これ標識が、うん、この0起点っていうのはどういう意味なんですか。あ、ここが起点っていうか、そのなんとか線っていろいろあると思うんですけど、はい、それのスタート起点って言ったらいいんですかね。あー、なるほど、うん、例えば東海道線なら東京駅みたいな感じの、
はい、なるほど。上りと下りのこう上り側のこっち側映ってないし、ここはこんな感じですよね。あれです。こうか。こうな感じですね。わかりやすいです。ありがとうございます。なんか今全然うまく言えてなかったし。これが今タクさんです。今タクさん、あ、ナックファイブついてる。あれだな、東武東上線の元町中華街駅って感じですかね。これどこだろう。ダメだ、駅名がこれわかんない。ちょっと多分そのうち誰かが言ってくれるはず。ね、本当です。しかも東上線じゃなくて西武だし、すいません、失礼しました。前もなんかこのナックファイブを見たこ感じするかも。いいですね。続いてミエさん。ミエさん？ミエさん？ミエさん、すごい。アイアンではない。え、これアイアンではない。違いますね。びっくりしました。でも父かなと思ったんですけど、父もこういう写真は撮らないなと思って。お父さん撮ったらびっくりです。いや、すごいですね。これ DD51 で、めちゃくちゃ後ろタンク連なってますね。ねえ。あ、しかもそうか、サフィールさんコメント来てますけど、後ろにもう一個機関車ですね。10連になってますね、DF で。DD51 と DF100 かな。それが2つつながってて、その後ろにタンクいる感じですね。すごい。すごい。しかもちゃんと後ろも映せてるっていう、この全部映せるのすごいですね。すごいですよ。多分これ結構その長めの望遠レンズで撮ってるなって感じがしますね。え、いいな、私もタンク車今度撮ってこよう。違う違う、ダメだ、貨物沼が今来てますね、すいません。イモムシみたいで可愛いです、この緑の感じ。あ、確かに確かに、なんか言われるとイモムシっぽいかも。でもなんか可愛いくせにこれめっちゃうるさいんですよね、近く通ると。ね、そうなんですね。すごい、みんな関西線のどこか写真長さん場所を特定してる、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。これが LSE さんです。 LSE さん、あ、懐かしくなってしまいましたね。これ小田急のイズクレイルだから、中であのいわゆるレストラン列車ですね。ご飯食べれて伊豆急の方に行ってた列車ですね。わあ、めちゃくちゃいいですね、うん、しかもめっちゃゴージャスですね、車体も。そうなんです、もともとは普通の特急列車だったんですけど、まあ、それを改造してちょっとこういうピンクのちょっと乙女チックって言ったらいいのかな、可愛い感じになりましたね。めちゃくちゃ可愛いです、うん。これが001系かっこしまこうさんです。001系しまこうさん、ありがとうございます。これ西武のレッドアロー号、昔の塗装復刻版みたいな感じですね。本当ですね、いい。なんだ、この間ラストランかなんかしたのかな、確か。こういう車両に乗りたいですね、なんかこう揺られたいです。確かに、なんかちょっと旅っぽい私鉄の特急って感じですね、これだと。お、サフィールさん乗ったことあるとコメントが。羨ましいです。わ、すごい。で、山に調査団さんです。山に調査団さん、ありがとうございます。あれ、これどこだろう。桜の中から出てきた。すごいですね、この感じ。うん、なんか東海の特急は分かるんですけど、やばい、路線がない、出てこない。きっと誰かが言ってくれるはず。あ、高山本線来た、ありがとうございます。あ、あれ違うよ、高山本線説とワイドビュー飛騨説、まあ、高山本線ワイドビュー飛騨説と快速三重説の2つが今ありますね、どっち。まあ、でもどちらにしよう、セロ、まあ、JR 東海ってことで、はい、あ、三重じゃないよと、ワイドビュー何機か飛騨だというふうにコメントで、飛騨の方が多数決ですね今。高山線ってことですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。わお、また渋い。うん。1853です。キハ1853、ありがとうございます。ありがとうございます。小田急、あ、これ新宿駅かどうかかな。昔の多分臨時列車ですね。昔の、うん、昔か。あ、グレードアップあずさというふうに久新城さんからコメントいただきました。おお。これまだ走ってる、走ってないですよね、多分。どうなんでしょう。なんかこういう車両を起こして中でなんかカフェとかやってほしいです、どっかで。カフェ。はい。え、なんか売店とかじゃなくてなんかおしゃれな感じのカフェですか。はい、もうこの車両、うん、昔の車両をこのままここに置いて、うんうんうん、そこをカフェにしてほしいんですよね。なんか中で楽しめるみたいな。あ、なんか列車をなんかどっか公園とか置いたりとかですか。あ、そうです、そうです。あ、確かにそれいいですね。そうなんですよ。なんかどっかありそうな感じするけど、博物館とか行かないとなかなかないですね、こういうところでご飯食べれるのって。そうですよね、うん、京都鉄道博物館とかもあるんですけど、うん、やっぱそういうとこに行かないとなかなかって思うと、うん、それこそ韓国の地下鉄が、うん、なんかそれをモチーフにした車両のカフェが鶴橋にできて、大阪の、え、韓国、韓国の地下鉄の車両をモチーフにして、それが大阪？鶴橋にあるんですか？そうなんですよ。あ、そっか、鶴橋ってあれですよね、めっちゃキムチとか売ってるあたりですよね。あ、そうです、うん、そう。なのでその情報を得たんで、ちょっと今度行ってみようと思ってるんですけど。楽しそう。はい、行ってみます。でもこういう日本の車両でそういうのがあったらいいのになと思って見てました、うん、確かに面白そう。そうそう、あずさの列車ホテルがあったようなって宮崎さんから YouTube コメント来てて、なんかありましたよね、うん、列車ホテル。確かに、あずさはありますね。あずさはあるんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。レイヨンドさんです。レイヨンドさん、ありがとうございます。なんかめっちゃ桜率が高いですね。ですね、うん、すごい、撮ってる人を撮ってる写真みたいになってないですか、これ。すごい、ネクスト、アーバンライナーネクストと、マサヨネさん、ヒロサクさん、コメント早いです。ありがとうございます。ありがとうございます。これはサフィール踊り子さんです。え、サフィール踊り子さんなのに写真は江ノ電。どっち？すごい、めっちゃ4両ですかね、これ。本当ですね。すごい、江ノ電率今日高いですね、2本目来ました、うん、待ってます。あ、サフィールさんいた。 YouTube の方でパーリナイっていう名前でされてるんですね。ありがとうございます。あー、これそうなんですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これがヤトナミさんです。動画かな、最後動画。ありがとうございます。これ形式出てこないやつだ、やばい。あ、これヤトナミさんいらっしゃった。これヤトナミさんだけど右から読めって今指示がコメントできましたね。反対から読むと港屋さんっていうことですね。
すごい夜飛びに行った感じですかね。かっこいい。お、終わった。ありがとうございます。ありがとうございます。